もしもし、かほこです。はい、今日はですね、残暑ですごく暑くて顔がね、めちゃめちゃテカってるんですけど、気にしないでください。あとすっぴんなので肌がすごく汚いんですけど、ご了承ください。You Like とかに頼らないで、ありのままの自分をさらけ出す系 YouTuber として頑張っていこうと思います。今日はね、私大好きなハバネロのラーメンをね、食べたの。激辛ラーメンといえば南蛮じゃないですか、基本的に。そこのラーメンは南蛮じゃなくてハバネロなの。それがすっごい美味しいの。大好きだった。大好きだったじゃない、大好き。はい、ということで今日は何をするかっていうと、バババババーン、サムネでね、分かったと思うんですが、髪を染めます。イエーイ。何回染めるんだろうって思ったあなた、その通りなんですけれども、私すごい髪を染める系 YouTuber として人気でございます。多分人気じゃないか。うん。でね、今回はネイビーブルー、ネイビーブルーも終わったはずなのにということで、ネイビーブルーのお色を使っていきます。前回は確かブルーグリーンみたいなやつを使ったんですけど、なかなかね、いいお色味で、うん、グリーンっていうよりは結構ブルーっていう感じだったんですけど、今回はネイビーブルーということで、バチバチのブルーですね。はい、こんな感じで結構暗めの発色になるのかな。今はかなりね、明るめのお色味なので、かなり暗くなっちゃうと思うんですけど、暗く剥がせみたいな感じでやっていこうと思います。で、なんで暗くしようと思ったかっていうと、基本的にはね、私ブロンドっていうか髪明るい方がすごい自分的にはテンション上がるんですけど、エモいじゃないですか、こういう髪色って。わかる？やっぱり暗めの髪色の方がエモい気がするんだよね、私。なんかさ、 TikTok とかでさ、マルチスクリーンみたいな3個画面がこうあってみたいなやつやりたいから、そういう動画ってこういう髪色だとすごい映える気がする。ということで、エモくなりたいので、今回はこのブルーネイビー、ネイビーブルーをやっていきます。ネイビーブルーもオープン。今回はね、ちょっとパパ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 ンパンパンスパパンパンスパパンパンって感じで急いでね、髪を染めていきたいと思います。私このビューティーのシリーズすごい好きで、よく使ってるんですけれども、とても簡単でね、大好きなの。本当に2剤にこの1剤を入れるだけっていう、すごい簡単で、すごく好きです。結構さ、いろいろ入れるやつとかあるじゃないですか。はい、入れていきますね。はい、いってらっしゃい。Ooh, I just wanna make you happy. I'm all 笑ってほしい。Happy, happy. Such a good. はい、入れたのでシャッフルしていきます。T シャツすごい汚いんだけど、いつもこの T シャツで染めてるんです。だから気にしないで、お気になさらず。なんかタイダイっぽくて可愛いかなと思ってはい、染めていきます。いくわよ。はい、つけてきます。えいえいえい。後ろのうんちと全く同じ髪色なんですけど、超無理。市販の染め粉でいつも染めてるんですけど、染める頻度がパン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 ってやってるので、もう毛根がね、もうそろそろ死ぬので、今回染めたらしばらくは染めないようにしようかなって思います。で、このビューティーの好きなところは、泡がね、すごく髪全体にね、行き届く感じがするの。だからムラにもなりにくいし、すごく好き。なんか案件みたいになっちゃったけど、案件じゃないです。私は案件なんて来ないの。まだ底辺 YouTuber だから。ティーティー、よっしゃ。店内全品30% オフでございます。私顔でかでもいいの。顔でかくたって存在感
噛んじゃった。存在感があるからいいじゃない、顔でかいの。でもやっぱり何でもちょうどいいのが普通が一番いい気がする。顔が小さすぎると体が大きくでかくがたいがよく見えるし、顔がでかいとなんだろう、足が短く見えたりするし、やっぱり顔は小さすぎず大きすぎずが一番いいかなって思います。私はでかいです。何でもねバランスがねすごい大事かなって思うんだけど、私はコンプレックスがすごいあって、顔が曲がってるの。顔が曲がってて、こっちの顔がほっそりしてて、こっちがなんかエラ張ってて、でもそれはなんかこっちばっかりでご飯を食べ物を噛んでるからこっちだけ発達したとかそういうことじゃ多分なくて、歯自体がずれてるの上下。これが正常だとしたらこんな感じでずれてるの少し、だから骨格もずれてるんだと思う小学生の頃から学校でさ、歯医者さんが来る時あるじゃないですか。それで虫歯あるかチェックしてもらう時に、虫歯はいつもないんだけど噛み合わせが悪いですねってすごい言われて、そう、その時からやっぱり顔が曲がってたんだろうな、気づかなかっただけで。まあでもこれも個性だし仕方ないかなって思いつつも、やっぱり自分の動画とか 見返した時にすごい顔が曲がってるなってげんなりするあと目の位置も違うんだよね、こっちが高いの。まあ仕方ないよね。コンプレックスはたくさんあるけど好きなところもたくさんあるから、結果自分のことは大好きです。まあ顔は曲がってるし、コンプレックスもたくさんあるけど、私は絵が上手いしダンスもできる、だからいいのっていう、なんか人それぞれやっぱりいいところって違うし、だからそういうところをもっともっと活かしていきたいなって思うよね。すごい自分の世界観がある人が大好き。もちろん顔が綺麗でスタイルが良くて、なんかモデルさんみたいな完璧な外見をされてる方、容姿をされてる方憧れるけど、それ以上に自分の世界観があって個性的で自分の見せ方を分かってる人とかすごい好き、うん、はい、塗布完了いたしました。はい、ということで髪を洗い流してきます。 Yes! はい、ということでこんな感じになりました。イエーイ。でメイクはかなりねエモい感じにしたつもり。なんか鼻血とかここ垂らしてたらすごい可愛いと思う。ほら綺麗なネイビー、わかりますか。前髪ありはこんな感じ。やっぱり髪色が暗いとすごいミステリアスな感じになるかな。はい、ということでこの動画が面白いなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。最後まで見ていただきありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。